独立リーグとの交流戦で大分県佐伯市の球場を訪れたホークス4軍。背番号3桁の育成選手や支配下のルーキーなど高卒で入団した選手の体作りやリハビリ後の調整が4軍の役割となります。記念すべきプロ初対戦のチームには元ホークス内川誠一選手の姿が。試合前にはかつての仲間同士にこやかに挨拶を交わしていました。試合は1回からホークス打線が力を見せます。4番に入った育成4年目石塚のツーランホームランで先制すると、強力若隆打線の勢いは止まらず3回には一挙10点を奪います。この日一番の盛り上がりを見せたのは7回裏、ホークスの大ピンチで迎えるは内川。走者一掃のタイムリーツーベース。一戦は退いたもののプロ通算2000本安打の実力を示します。試合はホークス4軍が20安打19得点の猛攻を見せ、プロチームとの初対戦を勝利で飾りました。この逆に負けるぐらいのイメージあったんですけど、よかった勝てて、もう違うものが違うって感じだね。まあ4軍の選手でもね、これぐらいのものを持ってるんだっていうのを正直言っても見せつけられたような試合になりましたから、まあ、やっぱりプロっていう世界で、やってる選手たちはね、もう一段階違うのかなっていうのはやっぱり僕自身が独立リーグに来てから感じさせてもらいましたね。